はい、どうも、こんにちは、カリパイです。前回作ったこの倉庫の部分ですけどもね、今回はこの2階部分、こうね、ちょっと今階段つきましたが、こう上に上がってね、この2階部分をちょっとしたね、スペースにしようかなと、そんな作業をしていきます。では早速いきましょう。まずはですね、イメージとしては、こんな感じでね、この外面いっぱいまで広げようかなと考えています。なので、まずはね、柱を立てていきましょうか。柱がないと床板をね、張れない可能性があるので、一旦まず柱を立てていきます。で、後から板を張った後に、まあ、可能であればね、この柱は取り外そうかなと考えています。じゃあまずここだけ板張ってみましょうかね。そうそうそう、こういう感じですね。はい、これね、今ここ板が張れない部分はやっぱり柱がないとね、ダメっぽいので、柱を立てましょう。どうしよっかな。なるほど。あんまりね、ちょっとここに立てちゃうと、ストレージへのね、ここかな。じゃあ一旦。で、どんな感じかな。あ、晴れますね。よしよしよし。ということは、ここかな。いけましたね、これで。ちょっとね、この柱が、邪魔っちゃ邪魔ですけど、いいでしょう。お、いけましたね。おそらくね、ここの柱はいらないんじゃないか。あ、やっぱり。そう、こんな感じかな。こうね、ここはちょっと通りやすくしておいて、結構広いですね。よし、じゃあここに何をしようかというとですね、これいきましょうかね。木のドア、いやいや、これだな。
お、結構広いですね。それで、どうしようかな。屋根。屋根行きますか。屋根はどうなるのかな。あ、こういう感じですね。まあ一回ちょっと試しに、じゃあ。ああ、そうか。この角の部分は、こういうのですかね。あ、なるほど。こういうことか。で、なるほど。感じで、まああのね、吹き抜けというか、あの開放感のある南国仕様ということで、自分のセンスではこれが限界かもしれません。ちょっとこっちからも見てみましょうか。おお、もうなんか、なんだろうな、海の家というかね、こういう感じですね。うん、まあここじゃあ一応こうなんか柵みたいにしてね、まあじゃあせっかくなので、このベッドだけね、向こうへ移動させておきますか。うん、ちょっとだけね、なんかあのプライベート空間っぽい雰囲気を出すために、何しようかな。ああ、いいですね。おお、なんかここ自分の場所っていう感じ。いいですね。これね、ついついあの作業に夢中になってるとね、食料とあの水分のね、不足をついつい忘れがちっていうね。せっかくなんでね、このリサーチテーブルもじゃあ上に引っ越ししましょう。よし、こんな感じ。じゃあ一旦寝まーす。はい、というわけでね、なんかあそこ気に食わないな。ここだけどうしよっかな。まあちょっとあそこはなんか変な感じなので、また後で修正しようと思います。一回ぐるっと回ってみましょうか。こんな感じですね。やばいやばいやばい。最初ね、あの予定していたのよりはちょっとごっつくなってしまって感がありますが、まあいいでしょう。そし
下がね倉庫で上が生活する部分と、こんな感じです。中も行きましょうか。ね、そうですね。これなんかあれだな、ここ階段があって真ん中通路で両脇にこういうねちょっとした小部屋みたいな感じにしてもいいかなと思います。はい、というわけで今回は、倉庫のね2階部分に生活スペースを作ってみたでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。